領土扱いの時ね、もうやっぱりね、不純物のは売れる方が多いですよ、うん、はい、お客さんのね、やっぱり紳士物はね、もうおしゃれな人はそうけど、ちょっとこう安物は履かへんからね、うん、ええー、ので足にピタッと合うようなものを、まあ、進めてやっとったんだけど、3年目でも紳士物は婦人物の10分の1ぐらいかな、それぐらいしか売れませんよな、まあ